皆さんこんにちは。本日は楽しく学ぶ文学史上代文学編、早速1問目から参りましょう。第1問、奈良時代に成立した日本最古の漢詩集は。正解は開封草。続いて問いの2番、奈良時代大野安丸によって編纂された日本最古の歴史書は。答えは古事記。問いの3番、またその古事記の注釈書古事記伝を江戸時代に表した国学書。答えは元折宣長。問いの4番、古事記の司書の形式で各人物の自責を追う形のものを何という。正解は記伝体。続いて問いの5番、720年成立の歴史書で舎人親王らが完成させたのは。答えは日本書紀。続いて問いの6番、日本書紀の司書の形式で年代を順に追う形のものを何という。正解は編年体。続いて第7問、古事記および日本書紀を合わせて何という。答えは記記。それでは問いの8番、奈良時代に編集が始まった日本最古の和歌集は。正解は万葉集。続いて問いの9番、古今集のたおやめぶりに対して万葉集の男性的な歌風を何という。正解はマスラオぶり。続いて問いの10番、万葉集第1期を代表する多情多感な女流歌人は誰。正解はぬかだの大きい。続いて問いの11番、万葉集第2期の長歌の名手で歌聖と呼ばれた宮廷歌人は誰。正解は柿の本の人丸。続いて問いの12番、万葉集第3期の人生歌人で貧窮問答歌で有名な歌人は。答えは山の上の奥ら。続いて13問目、第4期の万葉集の最終的な変者と言われている歌人は誰。正解は大友のやかもち。続いて14問目、奈良時代政府が当時60余りあった国々に対し地名の由来や特産物などを報告するように命じ提出させた書物の名前は何。正解は不土記。そして最終15問目、現存する不土記の中でも漢本として残っているものはどこの国のもの。正解は出雲の国でした。以上、本日は上代文学編、楽しく学べたでしょうか。しっかりと復習に使ってあげてください。それでは今日は以上です。良ければ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。お疲れ様でした。